あんじゆっくりがいい。私別に楽しくなかった。確かに。私は言えないよ。言えない。誕生日とかだったら。言えない。ダメ。いやでも結構来てくれてるよね。何回目ぐらい？でもなんか最初会ったのいつだろうね。忘れちゃった。忘れたか。俺もなんか結構会ってる気がするから。結構好きなんだやっぱ。全然好きじゃない。好きじゃない？嘘だ。好きじゃなかったら結構来てくんなくない普通に。暇だから。メロさえ暇つぶしたなの？あんないい男を暇つぶしと使ってんだ。贅沢な女だねマジで。おはよう。あ、おはよう。おはようございます。遅い？5分も経ってた。ごめんね。ちょっと今初回とかいろいろついて。寂しかったって。ごめんって。遅いって。ごめんごめん。飲もう飲もう。ありがとう。来てくれて。はい。はい。おさ寂しかったの？寂しかったとか言ってないの？寂しいって言わない。なんか1時間に1回は LINE 欲しいとか、睡眠時間を送ってほしいとか。あでも俺割と早くない？そうそうそう。最近遅い。言い訳？この姫とかに言っちゃうもん。なんかもう酔ったら酔っただけ送る。メールとか。めっちゃ酔ったね。でもその方が酔ったアピールできるからだからやっちゃうんだね。ごめんね。言い訳飲んでたとしても返せるくない。まあ、飲んでたとしてもトイレは行くんだからさ。まあまあ酔ってね、雑な返信とかしたくないのよ。確かにね。いいですか、ご一緒しても。あおお久しぶりだね。久しぶりです。元気してた。いただきます。はい、乾杯。はい、任せて。任せて。俺らの得意分野やね。はい。やべえ、ドリンクなくなっちゃった。これはもらっていい？いいですか、いただいて。いいっすか。ありがとうございます。あざっす、あざっす。あ、ごめんごめん。もっと早すぎじゃない？確かに、俺ら早い。まあ、楽しかった。楽しいとさ、死んじゃうんだよね。私別に楽しくなかった。確かに。飲んでいいって言ってない。あ、じっくりがいい。で、彼が悪いわ。あ、俺が悪いんだ。じゃあ、謝る。グイでいい？これグイでいい？彼が悪いから。こういうのがキモい。気をつけて。ちょっと気をつける、気をつけるから。ゆっくりしっぽり飲もう。あと1セットだけ。まだ帰ないでしょ。うん、会いたかったもんね。いや、会いたいわけじゃない。今だったから来てもらった。出た、出た。ツンデレね、ツンデレ。そういうところの可愛いですよね。俺はもう可愛いと思ってる感じ。いや、てか、俺ラブラブな姿を見せられてる。いや、ちょっと気まずい。そういうとこつくとヘルプ気まずいから、ちょっと。いいし、全然でも好きだった。笑ってくれた。あ、笑ってくれた。いいから。あ、笑った。あ、もう抑えらんない。もう抑えらんなくなっちゃった。俺はいいんじゃない、これは。ありがとうございました。ありがとう。何言うか、次もさ、そのスピードで飲んだら。あ、もう気をつけるよ、当たり前に。すずさん、ありがとう。ありがとう。え、マジ？またそんなに頭に入れてるの？いやもう、いやもうありがとうございます。前に感謝してるよ。めっちゃありがたい。そういうことがムカつくって言ってんの。こうやって仲いいんだよね、でもね。そうだね。もう喧嘩するほど仲がいいっていうしね。足。ちょっと待ってて。夢をちっちゃうの。俺はちょっと寂しそうし。いや、寂しくない。でもあれだったね。なんかもうちょい優しくしてあげればいいね。顔見てるだけでさ、すごいイライラしちゃうんだよね。あ、メロチ？かっこよすぎてとかじゃないの？いや、じゃなくて。そんなかっこいいと思ってないもん。何が今楽しみなの？お金をどれだけ使わないで相手してもらうか。メロチに？あかん。でもさ、お店来てくれた時点でお金かかるじゃん。あ、だから最低料金ですかね。あ、なるほどね。本日もクラブローズご来店誠に本当にありがとうございます。今日はうちに2つ目メロポージャーテブルよりなんとロジャーゴールドでよろしくフィーゴー。それでは従業員集合集合。お待たせしました。お待たせしました。よいしょ。シャンパン入ってたね。ね、ありがたいことに入れていただいて。シャンパン入れる物好きいるんだね。いやもう、もう
ね、いいなも入れてください。逆にね、逆に、うん、私は入れないよ。入れない。誕生日とかだったら入れない。ダメ。お待たせ。あ、ごめんなさい。いや、飲みました結構。飲んだね、ちょいちょい。あら、うん、あ、ちょっとありがとうございます。任しといて、仲良くしてこう。買い物これからも。お疲れ様。ありがとう。ああ、入れてくれた。ありがたいことに。信じらんないわ。いやいやいや、俺もね、頑張ってるからまあ、嬉しいけどね。やっぱ私には分からない、その気持ちが。あ、でもね、だんだん、いずれ入れたい時でいいよ。それ、ここの特に優秀あるけど。え、俺が言ってない今、全然。いや、だってしてました。あ、でも入れてもらってないよっていうこれで聞こえちゃってるからね。変な嘘ついてる。嘘つきたくないし。なんで私にわざわざ言ってくる。それは私に入れろってこと。煽って煽ってないって。なんかこのワンセットだけでも俺嬉しいから。だったら別に私に言わないよ。戻ってくる時さ、ちょっと酔ったとか言ってたじゃん。全然女の話してないじゃん。してんじゃん。なんで私がさ、こうやって機嫌悪くなる言い方しかできないの。そんな俺、変なこと言った。さっきからずっとそうだよ。うん、本当に顔見てるだけでムカつく。ずっと仕事できない。ずっと言ってくるんだよ。そもそもちゃんと仕事してもらっていい。なんでそんなにね、顔嫌いなの示してくれてるのか。俺はちょっと謎らしい。シャンパンの話してないけどね、俺全然。お前からしたじゃん。だからこうなってんじゃん。だからそうやってさ、他の宅のシャンパンの話してさ、私に入れろって言ってるんでしょ。言ってないって。全然煽ってもないし、言ってないよ。いや、煽ってんじゃん。別に煽りたくなかったらさ、シャンパンの話なんてしてないでしょ。俺シャンパンの話してないもん。したじゃん、さっきからずっとしてるじゃん。一言もしてないよ。言ってないよ。俺は言いたくないもん。だからあっちの宅でも他の子の話とかしないし。じゃあなんで私の宅ではするの、別の女の話。いや、こっちのもしてないじゃん。なんで向こうのブスの話するの。ほんとキモいんだけど。レオ君はさ、どうせ私がスラットしか入れられない誠意だと思ってるし、私のこと。いや、そんなこと言ってないよ。このスラットでもありがたいよ。全然一言も言ってないし。時間 は使いたいし、ちゃんと。じゃあ今スラットしか入れてないから LINE 返してくれないんだ。いや、LINE は返してるよ、ちゃんと。なんで判断してるんだ、結局。私が誠意だと思ってんじゃん。まあ、仮にね、が100万円使った時と、まあ、1、2万使った時のさ、同じ扱いされたらさ、嫌でしょ。だから、もちろんね、お金使った分だけ、こっちもね、恩返しとか時間使いたいからさ。いや、別に値段でそのレスポンスを変えるとかあんまりいないけどね、俺。まあでも入れてくれたら恩返しとかホストとして当たり前かなとは思ってるけどね。今日この1本でもね、数万でも嬉しいから。その代わりに。ああ、え、シャンパンいいの？いいよ。ありがとう。嬉しいだろ、このゴミ発生。いや、嬉しいよ。ああ、そうですね、基本的に当たり強いというか、究極のツンデレなのかなっていう感じで接してますけど、こうやって来てくれて、お金使ってくれることには変わりないんで。ああ、シャンパンもらいました、ありがたいことに。僕の中でベストな接客できればなって思います。それです。